みんなこんな話を信じるのか。百歩譲って嘘じゃないにしても妄想だろう。事実とは思えん。証拠不十分だし、バカバカしい話だ。ここは法廷じゃないぞ。訴訟じゃないんだ。そうやってみんなを戸惑わせるのはやめろ。倉庫には牛の血でも撒いておいたんだろう。あんな茶番に誰が騙されたりするか。ほっとけ、デビッド。自分の髪の毛が燃えてても火事だって認めない奴もいる。否定すりゃいいと思ってるんだ。何とでも言え。まともに考える能力があれば引っかかったりしない。じゃあ好きなだけ考えれば。神のご意志に逆らうことはできない。地獄から上告はできないのよ。その後も無駄よ。世界中から肥料の袋を集めてもどんなに高く積み上げても無駄。肥料なんて所詮牛の糞でしょ。どうやって救援を求めたらいいか理性的に考えたい方は私と一緒に考えましょう。ドッグフードを積みたい方は好きにすればいい。窓ガラスはテープで補強したから少しはマシなはずだ。俺もそう思う。テープにドッグフードの袋か。状況は危機的だ。見ようとしない人には何も見えてこない。目を開ければ真実は見えてくるもの。全ては聖書に書いてあります。黙示録第15章、神殿は煙で満たされた。神の栄光と力によって誰も神殿に入れなかった。七人の天使の七つの災いが終わるまでは。何が言いたい。どうしろと言うんだ。準備をしましょう。神を迎える。そんなたわごとはクソくらいだ。よくもまあベラベラとくだらないことを喋らせると、あんたの舌はよく動くね。世界の終わりがやってきたのよ。炎ではなく霧とともに。話せよ。落ち着け。それより俺の28センチのワークブーツでケツを蹴飛ばされる準備をしとけ。そういう言い方はやめて。前のジムを落ち着かせてやってくれ。魂を救ってあげようとしてるのにバカな人。信仰のない人は疑うばかり。安心しろ。哀れな若者が一人化け物にさらわれたのよ。霧の中に何かいる。疑うの？疑うなら外へ出て挨拶でもしたら。うるさい、黙れ。頼むから。やめてください。子供たちが怯えてます。怯えるべきよ。それが当然だわ。子供たちの綺麗な澄み切った心は汚されてきた。嘘を聞かされて現代的な宗教解釈やら、それに無神論やら。神様はただ一人。それはユダヤの神よ。神は厳しく人間に復讐する。私たちに長い間ないがしろにされてきた神は今血の償いを求めてる。今こそどちらの側か選ぶとき、救われるかあるいは呪われるか。聖書に書いてある通り生贄が求められている。血が。何？血よ。一人目はノームだった。今や神は私たちを望んでいる。神へのツケを支払うべき時よ。神への愛を証明するために一人息子を差し出したアブラハムのように。やめなさい。この血もそうよ。神への支払いなの。よくやった。俺が殴るのはダメでもあんたはいいわけだ。ごめんなさい皆さん、あまりにも旧約聖書そのままの考え方なので。怪物が来るわ。多分今夜暗くなったら。今夜襲いに来る。そして誰かが死ぬ。見てるがいいわ。怪物が来たらみんな神に叫び、この私カーモディに導きを求めるはずよ。結構なことだ。だがそれまでは黙っていろ。出ないと口をテープで塞ぐぞ。やれるものならやってみなさいよオーリー。それからあんた、今度私をぶったら、ぶてたらだけど、ひざまずいて許しを請う羽目になるわよ。この町の住民じゃない方は知らないでしょうけど、カーモディさんは心が。